これからヨガニードラを始めます。静かな場所で安定した楽な姿勢をとりましょう。メガネを外したり、きつい服は少し緩めたりしましょう。可能であれば少し明かりを落として、今自分がいる場所を確認してから目を閉じます。ヨガニードラでは体はどんどんリラックスしていきますが、眠りに落ちず意識は目覚めています。楽な気持ちでインストラクションに耳を澄ませてください。まずは今の自分の体をそのまま丁寧に感じていきます。下半身、足のつま先から膝、太ももの付け根までの下半身、上半身、お尻から頭のてっぺんまで上半身、下半身と上半身を合わせた体全体、硬いところや重いところを見つけたら、無理にそれを取り除こうとせず、ただそのことに気づいていましょう。体の中心から右側、中心から左側、右側と左側を合わせた体全体、体の前側全体、後ろ側全体、前側と後ろ側を合わせて体全体、空気に触れている外側全体、内臓が詰まっている内側全体、外側と内側を合わせた体全体、いつも自分を支えて働いてくれている体の隅々まで滑らかに意識を広げましょう。頭のてっぺんから足のつま先まで体全体、体全体、体全体、ここからは呼吸に意識を向けます。鼻からゆったりと吸って、鼻から吐いて、息を吸うとき、お腹がまーるく膨らんで、息を吐くときにお腹がへこみます。青く光り輝く暖かな海、空
そのゆったりとした寄せては返す穏やかな波のように、吸う息と吐く息を繰り返します。吸う息とともに新鮮な空気を体の隅々まで取り込んで、吐く息とともに今必要のない緊張やイライラ、モヤモヤを体の外に吐き出していきます。吸ってお腹が膨らんで、吐いてお腹がへこみます。そのまま自分のペースで呼吸を続けましょう。次に深く息を吸ったら、ため息をつくように口から息を吐き出します。軽く唾を飲み込んで、喉の奥を潤します。内側の静けさと広がりを感じます。次に声が聞こえてくるまで今の状態をそのまま味わいます。最後にサンカルパを心の中で唱えます。サンカルパとはサンスクリット語で、奥底にある願いを言葉にして心に前向きな種をまくことです。ご自分のサンカルパをお持ちの方はそれを3回、特にない方は心明るく穏やかにという言葉を心の中で自分に向けて3回唱えましょう。どうぞ。では、できるなら大きな伸びやあくびを一つしてみましょう。少しずつゆっくりと目を開けたり閉じたりして、外の光を目に入れます。ありがとうございました。